ラムチョップはアメリカで活動する羊のソックパペットである。1950年代から1960年代にかけて福話術師のシェディ・ルイスと共に子供番組に出演して人気を集めた。1990年代には冠番組も放送され複数の世代にわたって認知されることになった。共演者であったシェディ・ルイスは1998年に死亡したが、 娘のマロリーが役を引き継ぎ、ラムチョップは活動を続けている。ラムチョップを生んだ福和術師のシェディ・ルイスは、将来は舞台に立てるよう幼少時から両親に仕込まれた人物で、福和術の他には曲芸や楽器演奏を習得していた。1952年、オーディション番組、アーサー・ゴドフリー、エスタレント・スクアウツで優勝したルイスは、その後テレビ出演するようになった。 ある子供番組でルイスが福話術を披露しようとした際、問題になったのはルイスは身長が5フィートしかなく普通の福話術人形を使用するとルイスが目立たなくなってしまうことであった。ルイスはかつて父親にメリーさんも羊を飼っているんだからと言われて制作したが、その後打ち捨てられていた羊のソックパペットを福話術人形として利用することにした。これが ラムチョップである。ラムチョップは人気を得、犬のハッシュパピー、馬のチャーリーホースといったラムチョップの兄弟も設定された。しかし1960年代前半に子供番組がアニメ主体に移行したことからラムチョップのテレビ出演はしばらく途絶えた。1990年代になってラムチョップはテレビに再登場した。1992年から PBS が冠無理番組、 ラムチョップ、エスプレイやロングを放送した。1994年には、ラムチョップは、ブロードウェイ進出を果たし、この際には、劇場周辺のレストランで、洋肉料理の提供が差し控えられた。1998年、シェリー・ルイスは、子宮癌で死亡した。しかし、友人のドム・デルイーズが、シェリーの娘のマロリーに依頼し、マロリーが、 ラムチョップの共演者役を引き継ぐことになった。マロリーは名前もマロリー・ルイスと改名し、ラムチョップと活動を続けている。裸の銃を持つ逃亡者では、冒頭のコンサート場面に出演している。ありがとうございます。